でこれはあの牛乳を冷えた牛乳を飲み込んだ時に下痢するかしないかという問題にも関わってますね。あのアフリカ系よりアジア系の場合に、下痢しちゃうんですね。はい、しますね。それに対してあのセム族するとヨーロッパはですね、これはならないですね。消化できちゃうんですね。その辺のところがね、結局、尿酸のフィードバックの率、これによって決まってきているんです。それでね、あるいはね、まあ、尿酸のフィードバックっていうのはなくなっちゃってるわけで、それでこれがコラーゲンを、これも作ることができる、ビタミン C の代わりね。で、まあ、アジア人、アフリカ人の赤ちゃん、これ全くビタミン C なんて取ってなくて、お母さんの母乳で育ってるでしょ。はい、これビタミン C 入ってないですよね、うん、でも彼らは大量の、ね、コラーゲンを作ってそれで成長していくわけですね、うん、その時に何が利用されているかっていうと、今言ったような尿酸が大量にフィードバックされてそれで作ってるんです。こういう仕組みなんです。で、まあ、余談になりますけどね、ビタミン C というもの、これまあ一番柑橘類に多く入ってるんだけれども、みかんの原産地ってどこですかって調べました、うん、ギリシャとイタリアとか、こう出てきたんですね。そうするとね、うん、これギリシャあるいはローマですな、これは昔海の民と言われた人たちですね、うん、でギリシャのソクラテスという哲学者は、うん、我々はアトランティスから戻ってきたと言ってる、はい、言ってますね、うん、それでね、アトランティスから戻ってきたんですねそれで同じくローマ人もアトランティスから戻ってきた海の民だった。でこの海の民がヒッタイトというね、鉄器を初めて世界史上使った民族を攻め滅ぼした。そのヒッタイトというのは、その攻め滅ぼされる直前まではあの大前世のね、エジプト帝国大王国ですね、あれと、小国ながら鉄器を使って互角に戦争してた。それが海の民によって攻め滅ぼされているわけですね。でそのヒッタイトっていうのは今のトルコのアナトリア地方といったところにあったわけですけども、それのね、なんて言うんだろう、アトランティスから戻ってきた、これね、相当な何世紀かにわたってね、漂流民だったわけですよね。そうでしょ、はい、そうなんですよ。どうしてこれね、解決病にならなかったんですかって話なんだよね。そうかね、はい、もっとずっと時代下ってね、マジェラン世界一周しました、うん、で彼らがね、世界一周するときに一番ね、これ危ないんじゃないかなと思ってね、心配したことっていうのは、どこでもってね、果物をね、調達するかということだったと、うん、それで何百人だったかな、500人だからなんかそのぐらいのね、乗組員でもってね、出発してるんです、うん、その中でもって生きて帰ったのは18人です、ね、で他の人はほとんど全部解決病でもって死んでんですね。結局果物を調達することができなかった。だから人間から、まあ、白人たりともね、やはりね、ビタミン C を取らないっていうとそうなっちゃうんです。でこれはずっと時代が下ってこういうことが起こってるわけですね。これでね、マジェランって2年ぐらいでもって戻ってきてるんですよ。2年間ぐらいでもってもうすでにそういう状態になっちゃう。ならばね、数世紀にわたって海の上を漂流してたね、ローマ人、ギリシャ人、なんで解決病にならなかったんですかという話になりますね。それでね、結局みかんというものの原産地はギリシャとイタリアでございますと、ローマでございますという話になるというとね、これ柑橘類っていうのはアトランティス原産じゃないんですかと。それで彼らはね、その数世紀にわたって海の上でもって船の上でもってね、みかんを栽培することを知ってたんじゃないのかと、こういう話になるんですね。後の時代の人間は知らなく忘れちゃった、うん、そんな風に見えますね。でまあそのようなね、あの風に見えるんだけども、そのそうですね、そういったそのこのアナトリア地方のヒッタイトっていうのは、これまたこれはっきり言うとシュメルですね、うん、あのシュメル文字使ってます、あのヒッタイトっていうのは。でシュメルっていうのはもともとはね、日本のアイヌと一緒に集中してた、アルタイ語族です、シュメル語っていうのはね、うん、でそれがある時、船でもってメソポタミア地方、チングリスユーフラテスの河口に到着
死のうちに人類初めてのメソポタミア文明を築いちゃったと。でその後ね8000年ぐらいねセム族のど真ん中でもってセム族を支配したりされたりねそういう歴史をたどってで最後にアッカドという国を作ってそれが攻め滅ぼされてですねそれでシュメールはメソポタミアの地から消えるんですね、うん、それが二手に分かれたと思います、うん、一つがアナトリア地方ヒッタイともう一つがこれ文字持ってますから古文書を元にして日本に戻ってきたそれで作ったのが邪馬台国と僕はそう見てるんです、シュメールの国とそう見てもいいですそれで基本的にヤップ遺伝子問題なんですが、これはY 染色体のあるパターンなんだけれどもこれを一番たくさん持ってるのはアイヌ人なんですね。でこれをねシュメールが収集しててそれである時メソポタミアに行ってそれでユダヤアラブが持ってるわけですねヤップ遺伝子をね。その他世界中を見ますというとね後に失われたユダヤの十種族のうちの一つが、チベットを通過しているということでチベットに少しいるようですけどそれ以外の世界中他にはいないですねヤップ遺伝子がね。で今の日本人の中でね、縄文系と弥生系じゃなくてね縄文系と言われる人たちは6割から7割くらいかなそのぐらいヤップ遺伝子持ってるという話なんですね。でアイヌと言われる人たちはもう 90% 以上持ってるという話ですね。だからヤップ遺伝子のねその根源というのはアイヌにあるんですな。でシュメールがね中東に着いたばっかりのこのね身体的な特徴っていうのはね目がものすごいでかいと。それでこれはねヨーロッパ人顔負けぐらいでかかったわけですね。これは僕はアイヌだと思います。アイヌの血が相当入った形でもって、アルタイ語族ながらね、そういう根血になったからだから、目がでかかった。アルタイ語族っていうのは言うならばね、韓国朝鮮、満州それからモンゴルそしてトルコでしょ、特にモンゴルだとか満州だとか韓国朝鮮とかこれ目が細いことでもって世界的に通っている民族なんだけどもところがねこのアルタイ語族であるシュメールはね目がでかかった。だからそれは僕はアイヌだと思います。アイヌっていうのは僕はこれはねムー大陸の、白人だと見てるんです。でムー大陸の白人っていうのが南西に逃げたのがドラビダ語族ですね。ドラビダ語族っていうのは今のインドの原住民。それでアリア人じゃなくて、ドラビダっていうのは黒い原住民ですね、はいはいはい、それでその他にね、西にね逃げたのが言うならば、トルコ系でありモンゴルであり満州人であり、朝鮮韓国系と北に逃げたのがね、これはアジアに残ったのはアイヌのみ、あと北極を越えました。当時北極じゃなかった。それでヨーロッパに行った。それで言うならばウラル語族、これはねウラル語族に私はバスク人も含めます。クロマニョンという、バスク人それから、フィンランドそれからハンガリーそれから、エストニア人チェチェン人この辺ですね。これが僕はムー大陸の白人と見てます。ハンガリア人はねこれは郷土がやってきた軍なんだと、これはもう中国人かアジア人なんだと交渉する人がいたんで僕はこれに対して反論しました。郷土って確かに中国で書いたんだけどもこのアッティラ王という人のですね肖像があるんですね。これはね花が根元からこんなに高い人なんです、そうなんです。これはっきりしたその白人の典型的なね、頭蓋骨の格好っていうのは花が根元から高いそして長頭である、そういうかあの頭ですね、はい、でこれはねなぜムー大陸だろうがヨーロッパ大陸だろうがあるいはアトランティスだろうが北の方に住んでる人間はみんなねそういう頭蓋骨の形になるかっていうと眩しいからね真横向いたんです。水平方向から光がやってくるでしょ。なるほど。そうするとね、人間の頭蓋骨っていうのは
太陽の入射光に直垂直な平面の方向に発達する傾向がございますと。そうすることによって北の方でもって眩しいから横殴りの太陽を避ける目的で横向いた。それで横から当たったからこうなったんだと。それに対してアジア人というのはね、斜め上からなんですね。ちょっと頭のてっぺん尖ってるんです。アフリカ人あるよね、アジア人でもね、東南アジアの南のこの熱帯地方にいると頭の上に物を乗せて歩くことがね、うん、まあ、アフリカ人はこの上でてっぺん、ね、てっぺん平らだから物を乗せて歩きますね、はい、これは結局太陽の入射角に直角の方向に頭蓋骨が発達するということで、そういった話です、うん、でアジア人の場合やはり上から来るからね、鼻の根元が低いわけですね。そういう形になる。そのようなところが全部今言ったような、ね、ところから言えるんじゃないかと思ったんですけど、ね、それで結局ね、強度っていうのはそういうふうに、ほら中国語で強度って書いてあるけども、これは決してアジアでもないムー大陸の白人なんだと、ハンガリー、そうですね、うん、でこれはね、蒙古斑があります。蒙古斑っていうのはね、これはねゲルマンのみがない、あの、まあ、ならない、うん、ゲルマン蒙古斑を持ってないのは世界中でね、ゲルマンのみと、白人の、これは本当のホモサピエンス、サピエンス、新人ですと。その他の人たちは全部地球上に住んでるのはね、あとね、アフリカのね、バンツー語、ハウサ語というのを喋ってる人たち、これは SVO の語順で喋ってる。ゲルマンも同じく SVO で喋ってる。これだけが、現世人類ですと。あとの、あらゆるね、ギリシャ人であろうが、ローマ人であろうが、ロシア人であろうが、あれですね、あるいはセミナーの、これ全部クロマニアンでございます。あ、日本人も全部がね、うん、僕はそう主張しております。それで、そうですね、そのね、ドラビダと、インドの、はっきり言って相当色の黒いね、原住民、このドラビダ語というのがさらに西に進んで、それでハム語になってる。ハム語っていうのはエジプトの、原住民ですね。エジプトの原住民の末裔っていうのはこれにしてソマリア人だとかエチオピア人ですね。でこれはね、文法構造の類似性をもとにして私がこういうことを言ってるんですが、まあ言うならばね、語順がどうなってるかと。これセヌクっていうのはね、動詞が一番最初に言って VSO になるんですね。する誰々がないなよっていう順番になるんです。これ疑問文でも何でもないです。でそういったね、語順で、その他ね、いろいろな、例えばその、ですね、その活用があるかとか、動詞の認証活用があるかとか、あるいはその男性名詞、女性名詞とか中性名詞とかあるかとか、あるいは漢詞があるからとか、あるいは、発音としてね、例えばね、ドイツ人にはね、とラテン系のスペイン人だとかいたり、僕比較しますね。そうするとね、ドイツ人にね、例えばアイスクリームだとアイスって言うんですね、うん、アイスって言うんです。決してアイスと言わないんです。あ、なるほど。何が違うかというと、うん、母音を発生するときに必ずね、声門を閉鎖しといて、それをバッと開くと。これアラビア語なんかにはハムザというね、れっきとした神字があります。それで閉じといてバッと開くと。だから叩きつけるようにね、アイスっていうわけですよ。それに対してフランス人、イタリア人、スペイン人等に発生させるとアイスとちゃんと言ってくれるわけですね。このようなね、その声門閉鎖ということをね、これはっきり言うとゲルマンは彼らが一番嫌いなね、セムから発生したんだって言ってるんです私は。同じなんです。セムはちゃんとね、あーって発音するわけですよ。もう絶対にあいうっていうのはね、ただあいうっていうやつに、あ、い、うってわけですね。そうですね、うん、ヒトラーの演説がそうですよね。そうです、ね、そういうふうにね、できておりまして、また英語もね、英国系のね、英語っていうのはこれやはりね、あっていうその、だからアメリカの英語っていうのはこれフランス語の影響があってリエゾンしちゃうんですよ。リエゾンって最後のシーンで次のポイントを持ってたと。
英語の英国の英語ってのはね、やはりね、ピシッと切ってるんですよ、瞬間、そのようなところの音声学的な違いがあるんです。あのね、朝鮮韓国語でもってね、うむって本当は発音するような文字かな、あれがね、必ずあの母音のね、前に置かれるんですね。これはね、アラム人がね、その宣教師がやってきて、モンゴルだとかあの辺に宣教した、そのアラム文字の影響なんですね。で、朝鮮韓国人の方々ね、なんでこんな字を置くのかって分かってないんですよね。ああ、そうですか。ああ、分かってないけども、あれアラム語のね、文字をね、ある程度利用して、で、その時に、そこから入ってますね。だからアラムっていうのはこれね、キリストの、所属した民族ですね。アラムっていうのはアラマイ語っていうのは、つまり、アッシリア人です。キリストっていうのはね、ユダヤ人だユダヤ人だって言うけども、実はアッシリア人ですね。あ、そうなんだ。だから僕はね、決してね、なんていうの、ヘブライ語じゃなくて、アラマイ語、これは同じくセム語に属しますけれども、で、セム語っていうのは先ほどの関係で言うとハム語から出てきますね。で、ハム語からセム語が出てきたと同時ぐらいにギリシャ語が出てきて、で、ギリシャ語の中にね、あるいはアルバニア語だとかね、あるいはアルメニア語とか、この辺が大体一族と思って出てますね。それで、その他、そうですね、これはもう漢詩だらけなんですよ、その専門っていうのはね、もう全てにもう形容詞から何から何まで全部あるとつくわけです、漢詩がね。それでゲルマンの言葉も漢詞だらけですね。デアデステムテンだとかね、そうでしょ、はい、そう、漢詞だらけなんです。で、漢詞だらけの言葉っていうのは結局、セムとゲルマンしかないんです。それで、だからそういう意味でもね、僕は、ゲルマンっていうのはセムから出てきたんだとこういうわけです。ところが白人修行主義者、そのゲルマンのね、これはね、アレクサンダー大王っていうのはね、もう我々の英雄なんだと思いますね。ところがアレクサンダー大王って実はギリシャ人なんですね。ギリシャ人なんですね。その結果ね、いや、それは違いますよと、あなたたちの祖先じゃないんですよ、彼は車に乗せちゃった、ギリシャ人とは別の系統で出てきてるんだから、そう言ってやるっていうと、これはゲルマン系の白人至上主義者に対しての、はっきり言ったら批判になるわけです。それで他全部ね、これもクロマニオンだということは決してこれ侮蔑じゃないんですね。もうギリシャ人からないから全部含めてこれ全部クロマニオンだって言ってるわけですから、まあそんなような、ね、話があります。で、日本語というのはこれはね、実はくだら語ですね。くだら語、くだら語ですね、基本は。で、さっき言ったそのシュメールが戻ってきて邪馬台国を作った、で、戻ってきて結局だけど昔は一緒にやってたアイヌと戦争しちゃうわけですね。で、そうこうしてるうちにくだらが、いわゆる天皇一族です、天皇一族が、北九州に上陸して戦争を仕掛けた。しかしながら文字を持ったシュメールの方が強かった。それで一旦負けて東の方に逃げる、クダラが瀬戸内海の、北側の、ですね、中国地方ですか、そこを通って近畿あたりまで行って、というのはそっちの方が手薄だった、アイヌしかいないから、それで近畿あたりに陣取った。それで言うならばね、民族も、全く違ったね、王朝が2つ日本に存続したと、併存したと僕は見てるわけです。で、シュメールの最後の王子が大和武尊の命と見てます。で、シュメールの拠点があった、東の方にね、その拠点は一つはね、名古屋、それから三浦、三浦一族っていうのはこれ、海の強者と言われますね、三浦半島の、ですか、それから石巻ですな、石巻には鋳鉄所があります、古代の、つまりヒッタイトと同じ、日本にはこういう
シュメールが戻ってきてるから、ヒッタイトの内説を持ってきてるから、だから青銅器自体ってほとんどないですね。ないですね。それで結局もう一つはね、祭器を司るのがこれは出雲大社、これがシュメールの、系統であって、これは物部氏が、司っていたわけですね。それで大和武尊の御事はこれ伊吹山というところでもって最後戦死するんですけれども、これはね、尾張名古屋から上陸しました。というのは名古屋に武井灘王というね、シュメールの王様がいたから。でこの王様のいる名古屋から上陸して北西に進んで伊吹山を越えようとした。その時に挟み撃ちに追って、討ち死にしてるんですね。で討ち死にする直前に武井灘王というのが、戦死したという、連絡を受けて、でそもそも何をやろうとしていたかというと、琵琶湖の南岸をかすめてね、近畿の朝廷を打とうとしてたんじゃないかと、こう見るわけです。それで結局ね、それで負けて、で僕はね、血族的にもね、その邪馬台国つまりシュメールを、クダラ系の天皇一族が飲み込んだと見てます。このシュメールっていうのはね、セム化したシュメールですから、彼らの使ってた言葉はほとんどセム語だったんじゃないかと見てる。というのはね、聖徳太子って言いますね、はい、この頃にね、白木経由でもって、ユダヤの失われた十氏族の一つが日本に入ってきてるんですね。これは秦の始皇帝の秦と同じ字を書くけれども、あの秦の始皇帝の秦ではなくて、後の後進と言われるやつでね、ここに、失われたユダヤの十氏族の一つが、相当厚くもてなされて いたわけです。ところがこれ65年しかこの王国は続かなかったんですね。それが滅亡した後、白木経由でもって日本に入ってきてます。でこれは旗だとかね、旗野だとか、あるいは服部だとかね、こういう発音上そういう名前、畑だろうが、羽に田んぼだろうがね、あるいは波に大きだろうが構わないですから、あるいは旗野の旗ですね、旗野氏ってありますけども、はい、そういった旗ですね、真の仕事だし、そういうような、名前の人、これが確かにね、ユダヤの十氏族の末裔でございますということをイスラエル大使館の、このイスラエル本国とね、連絡を取って、ユダヤ教の一つの団体であるアミシャハフというそういう団体が日本にわざわざ DNA 鑑定までして調べに来た。でその結果として確かに旗野とか旗田とか服部だとかそういう名前の人たちはね、ユダヤの末裔でございますというのをヤップ遺伝子調べてこう結論出してるんですね。でこのね、ユダヤ人が、入ってきた旗と名乗る人たちがですね、大事そうですね。これとね、聖徳太子はね、この中の一人の旗野なんとかさんっていう人をね、これをね、顧問にするんですよ。顧問にする相談役ですね。相談役って言ったらそれはね、彼らの喋ることは通じなきゃダメでしょ。どうやってね、通じてるんですかという話になりますね。そうするとね、シュメールがすでに日本国内にやって帰ってきてた。これはほとんど攻め化してる。だから彼らの言葉を聖徳太子は身につけていた。それを使って喋るとほとんどそのユダヤ人と旗と名乗るユダヤ人と話すことができたんじゃないのか。それで聖徳太子というのは多分ね、5カ国ぐらいね、できた人間じゃないかと思う。遣隋使も来てるでしょ、中国もできるでしょ、で今言ったようにシュメール語っていうか邪馬台国語ができると、それがユダヤ語でもあるんですね。それから自分自身はこれは満州族なんですね。これなんつったっけ、蘇我のいるかの蘇我の蘇我一族ですから、はいはい、それと百済系の天皇一族との愛の子ですね、これはね。そうでしょ、だから百済もできると。それと白木と国交をどう思ってるって、白木でやったんだ、だから5カ国ぐらいできると考えられる。で聖徳太子っていうのはね、10人ぐらい人並べといて、みんなが勝手に天天バラが喋ってる時にね、聞いててね、それで「お前何しろお前何しろ」ってこう言ったんだという話があるけれども、あれは実はそうじゃなくて同時通訳みたいなことやったんじゃないかと、何か国の人間が集めておいてね、僕にはそんなふうに思うんですが、その方が現実的だよね、そんなようなね、と
もう言うならば、ハタイ一族っていうのがね、これはっきり言ったらそのユダヤの末裔ですね。これがまたやはり、天皇一族に取り入れられたと。この2箇所からね、天皇一族がユダヤとなぜ関係があるかといったところがあるんであって、もともとはね、これクダラ人であると。例えば平成天皇がですね、何年か前に、韓国に行った時に、桓武天皇の母親がね、クダラから嫁入りしたと、こういうこと言ってるわけですね。で、実際に当時ね、嫁入りしてもね、問題起こってないですよ言語上もね、宮中で喋ってたこともほとんどクダラ語だったと、こういうところですね。まあ、そのようなね、ところからだいたい推論してね、今現在我々が喋ってる日本語というものは原型はクダラ語であるとなるほど。で、今の朝鮮韓国語っていうのは白身語でございますと。あ、うん、まあ、試合が勝ちましたもんね、うんうん、そういったところですね。